あ、いや、見てるよ。見てくださいね。行くわよ。写真の中にネックレスを飛ばすとは一体。何やら写真を左右に揺らし始めるペル。そして読み取ったネックレスが入っているという左手を写真に。はい、少しずつ入ってます。今ですね。入るわけないで。入るわけない。チェーンの部分が。あ、ちょっとチェーン見えてきたよ。はい。嘘。ダイヤの。そして宝石の部分。あ、すごい。出た出た出た。入った。あ、すごい。出た出た出た。すごい。なんと写真のデヴィ夫人の胸元にネックレスが出現。それは紛れもなく夫人が今しているものと同じである。先ほどなかった。偉いあなた、すごいわ。偉いあなた、その通りですよね。ミヤリングも。この写真は、はい、写真立ての中にあった写真です。そうそうそうですよね。なので、うん、この写真を写真立ての中に戻します。嘘。写真立てから抜き取り、ネックレスを念写したデヴィ夫人の写真を今度は写真立ての中に戻すという。一体どうやって。まずはこの写真を異空間に飛ばします。異空間に。はい、先ほど最初に使った、はい、アルバム、はい、この中に夫人の写真を入れます。別にここは異空間じゃないよ。はいはい、うん、ダイヤモンドもついたままです。写真を異空間へ飛ばすというペル。何の変哲もないこのアルバムが異空間へつながっているというのか。すると、なんと写真が念写前の状態に。異空間へ飛びました。後ろにもない。確かに。今写真はこの辺です。異空間に飛んでます。エメラルドも一緒に。はいはいはい、はい、飛んでる。飛んでおります。うん、それを捕まえて、うん、写真立ての中に戻す。はい、はい、写真立て。写真立て。はい、持ってきたよ。まだ。はい。写真は戻ってます。何も入ってないよ。ではこの辺にありますので。はいはい。引き寄せるの？はい、引き寄せて。うん。乗せます。目の下。よーく見ててください。目さっきから見てる、はい、見てますよ、うんうん、見てますよ。行くわよ。はい、どうぞ。念を送り込むペル。すると今写真が中に戻りました。入りました。入りました。本当。おお、あ、すごい。これはすごい。なんと写真がガラスを貫通し、元通りに。はいはいはい、これはすごいわ。中に入ってます。ミラクル。あ、俺らも見たいから。ミラクル。魔女三姉妹は今回も卒業試験の指令を見事遂行した。すごいわね。ねえ、中に入ってますよね、きちっと。ムッシュ見て。虫ね、セクシーな下着がいっぱいの店内で、三姉妹は一体どんな妖艶な奇跡を見せてくれるのか。ペルがセクシーなランジェリーマジックを披露。小沢さん、何でしょうか。何？小沢さんの甘いトークで、うん、店内にいる何人か、店内に女性の方がいらっしゃいますので、はい、何人か集めてきてください。どうも。果たして小沢は甘いトークでお客さんを集められるのか。プラジナを顔足してるあるですか。そうですね。もっと僕らとこの店の中ブラブラしてみない。甘いかこれ。分かんないよ。甘いかこれ。とにかくブラブラあちらに行きませんか。その後次第に協力者も集まり始め、ついにマジックスタート。うん、それでは小沢さん、はい、さらにですね、女性が今1、2、3、5人いらっしゃいます、はい、お一人だけ協力していただきたいので、はい、お一人だけ選んでいただけますか。誰か一人に選べるんならもう俺結婚してるよ。俺を選べっつってもらう。はい、小沢が選んだのはこちらの女性。気に入った
ブラジャーを何か2つ、はい、はい、持ってきてください。じゃあ、はい、店内のブラジャーを使って一体何を始めるつもりなのか。お客さんが選んだのはシンプルな黄色のブラジャーとこちらの水玉模様のブラジャー。さらにどちらか選んでいただけますか。こっちで。そちら、はい、黄色の可愛らしい、はい、今日は皆さんの目の前でまずは試着を恥ずかしい目の前ですよ。申し訳ないんですけど服の上からでは試着の方ね、はい、何ちょっと驚かしてるんですか選んだブラジャーを服の上から試着。ホックを止め簡単には外れない状態に。ゆっくり一回転回ってみてください、はい、とてもよく似合ってます。でも2つ選んでいただきました、うん、せっかくなのでもちろんこちらのブラジャーも試着していただきたいと思います、はい、試着していただくのですがあなたはただここに立ってるだけでいいです。はい、はい、今から皆さんに不思議なことをお見せします。よく見ててください。では手をですね頭の上にこういうふうに乗せといてください。はい、乗せといてください、はい、こちらは水玉でこちらが黄色です。いくわよ。カッシーがマントを脱ぎ女性の前にかざしたその瞬間、スロー VTR でもう一度ご覧いただこう。女性の胸には黄色、ペルの手には水玉のブラジャー。しかしマントをかざした一瞬で2つは入れ替わっている。さらに今女性の胸についている水玉のブラジャーの後ろはチル、すごいなこれは。ミラク、先ほど同様お客さんの一人にブラジャーを選んでもらう。彼女が選んだのはこちら。これを使ってマイは何をしようというのか。そちらのブラジャーを素肌につけてきていただけますか。ちょっとあなたどんなエッチなマジックを仕掛けてるんですか。大丈夫です、彼女にプレゼントします。おー、超いいじゃないですか、ね、ちょっとサイズもいいし。大丈夫、よろしいですか。ですありがとうございます。ごめんね。ブラジャーをつけてもらうため試着室へ。今度は服の上からではなく素肌に。そして、はい、彼女が先ほど選んだものを本当につけているか確認させてもらう。確かに選んだブラジャーに間違いない。念のため肩ひももチェック。さあ、今日はもう一個必要なものがあるんですけれども、ちょっと手を出していただいてよろしいですか。はい、あ、してますね指輪、じゃあその指輪をお借りしてもよろしいですか。はい、大丈夫です、はい、ブラジャーの他にたった今まで彼女がしていた指輪を使うという眉。さらにもう一個必要なものがあります。今度はこちらです。指輪と今度は安全ピンを使ってさらに不思議なことをお見せします。いくわよ。それは果たして、さあ安全ピンの中に指輪を入れます。入ってますね、はい、入ってますね、入ってます、はい、ではこの安全ピンと指輪を手の中に入れます。指輪を通した安全ピンが手の中に。これで一体何をするのか。するとなんと彼女の胸にめがけて飛ばします。胸にめがけて飛ばす。手の中の指輪と安全ピンは一体どこへ行ってしまうのか。マイが手のひらを返すと、なんと、なになに、ちょっと手だけ、あれ指輪と安全ピンはどこにあるの。飛んでいきました。彼女の方に確実に飛んでいきました。どこにあるの。ないじゃないですか。何か違和感を感じませんか。だからもっと上です。なんか何があるか、硬いものがありますよね、うん、なんかちょっと覗いてみてください。なんか中に入ってる。見えましたね。見えました、はい、何、
ちょっとだけ開けてもよろしいですか？失礼します。まさかそんなことが。彼女の服の中に手を入れるようなことはしなかったはず。しかしこの後そのまさかが。移動しました。おー、すげえ。もう一度ご覧いただこう。安全ピンと指輪は確かに手の中に握られている。しかし彼女に手をかざしたその後、両方とも消失し、なんと指輪が入ったままの状態で安全ピンはブラジャーを貫通。まさに究極の瞬間移動である。この後予想外のセクシーマジック。この状態の指輪を外すというカッシー、一体どうやって。行くわよ。指輪は安全ピンが通されており、さらにそのピンはブラジャーに刺されている。一体カッシーはこれから何をしようというのか。しかしこの後、誰一人予想すらしなかった興奮の出来事が。超照れる、超照れる。こっちが指輪だけでなく、なんとブラジャーまでも。肩紐も通っていたはずなのに一体なぜ。失礼しました。ブラジャーごと取れてしまう。イッツミラクル。確かに肩紐もなくなっている。おー、ないな。三姉妹が次々に見せた驚愕の瞬間移動、これぞ魔女ならではのセクシーマジック。バンクから使います。一応ですね、バラバラのことをもう一度よく確認してください。はい、軽く座る、はい、では、すいません。あ、ですか、慎吾さん、腰めじ、はい、はい、トランプをバラバラバラと弾いていきますので、はい、お好きなところで、お好きなタイミングで、あばよと。わかりました、あばよ。あばよでお願いします。任せてください、はい、もう言い続けて15年。せーの、あばよ。見て、止まりましたね。うん、ボキはそこで止めた。はい、アバよというところで止めました。止めたところで、アバよといったところの下のカードを使います。下のカード、これですね。じゃあ皆さん見て覚えてください。はい、これです。はい、柳沢慎吾が選んだカードはダイヤの5、はい、このカードを当てるわけではないので私も見てしまいますね。え、そこ見ちゃう。なんだ、当てるわけじゃないんです。なんで、びっくりした。ダイヤの5ですね。はい、はい、ダイヤの5。ダイヤの5に野際さん、はい、サインを書いていただいてもよろしいですか。野際さんのサインを。なんでいけないんですか。これで世界に1枚しかないカードになりますよね。うん、はいはい、まあね。さらにこのカードを抜き取って破いてしまいます。あ、そんなもったいないこと。破いちゃう。 では島崎さん、よろしいでしょうか。来たよ、大役、大役。これを持っていただいて破いてください。端っこを破いて、破いちゃってください。はい、はい、最後は島崎さんに破いていただきました。さあ、では島崎さん、そちらの破片を箱の中に入れてください。はい、入れます。皆さん、破片をよく見つめててください。間違いないですね。間違いないです。はい、それでは柳沢さん、ここにカードケースを置いておきますので、動かないようにしっかりと手で押さえておいてください。しっかりと、はいはい、ちぎられたカードの破片はケースの中に入れ、さらにサインが入ったトランプもそのケースの下に挟み込む。そして舞はインスタントカメラを取り出した。一体何を。先ほどの破片を強く頭でイメージしてください。みんな、みんな、皆さん、はい。ダイヤの5の破片をイメージする出演者たち、この後想像を絶する出来事が起こる。はい、じゃあ一番イメージが強かった柳沢さん、柳沢さんを撮ります。いや、参ります。ニコッと。一体何が始まるのか分からず戸惑う出演者たち、舞は柳沢慎吾を撮影。果たして写真に何が。では、こ
こちらの写真、乃木屋さん、はい、ちょっと手よろしいですか、はい、こちらの手でしっかりと持っておいてください。